児童虐待事件が相次ぐ中、政府は児童虐待防止法などの改正案を閣議決定しました。今の国会での成立を目指す考えです。中継です。この法案の最大のポイントは、親からの体罰禁止を明記した点です。子どもたちの命を守るのは、私たち大人全員の責任です。この強い決意のもと、児童虐待防止対策の抜本的強化について、をただいま取りまとめました。さらに児童相談所の体制を強化するために医師と保健師を置くことを義務付けます。また民法で規定されている親が子どもを戒めることを認める懲戒権についてはしつけと称した虐待につながりかねないとして施行後2年をめどに見直しを検討します。一方野党側は児童福祉司をさらに増員することなどを盛り込んだ対案を提出する予定です。立憲民主党の辻元国対委員長は与野党の枠を超えて対応すると述べていて廃案に追い込むつもりはありません。政府与党側は法案の早期成立に向け野党との修正協議も検討しています。